どうみし、ことねです。はい、ということで本日は毎日メイクイエーイということでやっていきたいと思います。まあもうね、これは済んだ状態なんですけれども、実はずっと前からアイプチっていうものをやっておりまして、二重をしてたんですね。ですが、最近はちょっとかっこよく見せたいなということで、二重にするとすごい可愛らしい印象の方がやっぱ強いじゃないですか。かっこよい感じにさせるために一重の方がなんかちょっと個性的なんじゃないかなみたいな、ちょっと最近思いまして、2ヶ月ぐらい前から一重デビューさせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。なので、まあ私がやってる一重でも漏れるメイク方法伝授していけたらなと思いますので、よかったら最後まで見てください。レッツチェック。おはようございます。早速毎日メイク始めていきたいと思います。まあまずはね、あんま変わんないんですよ。コンタクトはこちらブラックピンクさんのクルーム、色がリーフってやつです。私ね、ずっとかれこれね、中学ぐらいから目悪かったんでね、でダンスもやってたから結構コンタクト歴は長いんで、もうね、見ないでできます。ほら、すごくない？下地に移りたいと思います。まあこれも変わりません。セザンヌさんです。ピンクのやつ使ってます。なんか色いっぱいあるよね、青とかピンクとか。マジ最近さ、鼻荒れやばいんだよね。ずっとこの顎の下のニキビがずっと治んないの、やばくない？どうしたもんやら。もうちょっと足します。多かったかもしれないまあそんな日もあるよねっていう。下地塗り終わりました。リップ塗る。そしたらファンデーションに移りたいと思います。ファンデーションはこちら、トゥルン。これはクッションファンデです。まあ、これ適当にポンってやったらポンポンポンってやって、あとは叩いて伸ばすって感じで。そうそうそう、前までキルカバーさんの方を使ってたんですけど、それがなくなっちゃって、でそろそろクッションファンデやばい買わないとなっていう時に、ドンキでなんと500円で売ってたの。これがやばくない？まあなくなったしちょうどいいやっていうことで買ってみました。でもなんかやっぱりなんとなく、なんか私はキルカバーの方が好きだなって。カバー力っていうのわかんない、内側肌劣化したんかな。キルカバーの方がカバーしてくれるかなっていう感じはします。で次、いつものケイトさんのやつで一番濃い方の部分で眉毛を塗っていきます。でなんか前線から描いてたんですけど、最近はちょっとパウダーから描くようにしてて、線は形を整えるにしか使わないようにしました。そっちの方が印象的に大人っぽいかなみたいな。まあ本当にね、もうね、ちょっとの差なんだよね。化粧なんてさ、ちょっとの差じゃない？結構ほんとそういうところが化粧のすごいところだと思う。でこの目頭部分は一番薄い方の部分を使って塗っていきます。そしたらじゃじゃん、こちらサナニューボーンダブルブローみたいな、これもなんかドンキで500円くらいで、1200円くらいのが500円くらいで売ってて安くなってて、えみたいな、買おうみたいな感じでノリで買ってます。でこの眉頭、違う、もうやだ眉頭と眉尻無理。眉尻の部分をなぞる程度にこんな感じで。でそしたらみんな見慣れちゃっているいただいていると思うんですけど、キスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウナチュラルブルーブラウン04番です。まあ、整えるみたいな感じ。はい、で私の大好きな大好きなノーズシャドウに参りたいと思います。もうノーズシャドウ描くの大好き、クソ楽しいもんこれ。ちょっと私鼻筋をね太く見せたいんですよ。ここかなと思われる手前を描いてきてます。こんな感じ。一番命かけてるかもしれない、ここに。私鼻に存在感ある人いいなって思ってて、私がね鼻に存在感がないからね、すごく悲しい。印象強いじゃん、鼻に存在感ある人って顔の。でね、意外とここ大事なの、ここめっちゃ塗るの大事なの。ここ超塗ります。
こに影をつけさせることによってすごいね鼻がこうほら立体感になるの。魔法だよね化粧ってマジで。でこの鼻先にねこのツンってした印象を持たせたいなと思ったので、こちらのここの部分を使ってここにも影をつけていきます。こんな感じ。そしたらなんかちょっとお人形さんみたいな感じじゃない？さりげない感じに全然違くない？鼻だけで。であとは手でぼかしながらいい感じに整えるっていう。とハイライトはこれもセザンヌさんのパールグローハイライト01番です。鼻先のここはヒュンヒュンぐらいでいいんですよ。ヒュン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 。鼻先にここちょんちょんちょん、ここを命、ここをメインにハイライトはつきます。でお待たせいたしました。人へのなんて言うんだっけ、ここアイシャドウ、アイシャドウ、アイシャドウ、アイシャドウだよね、合ってる。おなじみのスリーシーサーのこれめちゃめちゃ愛用させていただいてる。でこちらのこの一番白い部分アイホール全体に白く塗ります。で目の下も一応塗っときます。で今度はこれ使います。アイホール全体に塗っていきます。私目がこう離れてるタイプなのでこの辺も塗っちゃいます。こうやって、あマジパンダ。でそしたらこれおニュー、じゃじゃん、ミシャグリッタープリズムシャドウ、こんな感じ色味になってます。でこれねうちもともと持ってたんだけどファンの方がくれて全く同じ、これめっちゃいろんな種類あるんですけどめちゃめちゃ嬉しい。こう全体に塗って下も塗ってきます。ちょっと勢い余ってこっちもなんかちょっと分かりづらくて申し訳ないんだけど結構いい感じにキラキラしてます。それも内側はちゃんとここ塗ってます。でそしたら一番濃い色の部分まぶたの際に塗っていきます。でこれがあることによってちょっと影っぽくなって奥二重っぽくなるっていう感じ、アイライン出ますよって部分にも塗ってます。はい、そしたらアイラインタラーン、スミヒロイメイクリキッドアイライナー。気分によっては結構跳ね上げたりとか、あれ今日はちょっとおとなしくいこうかなっていう時はあんまり跳ね上げなかったりとかっていう部分があるので、どうしようかな。でも毎日メイクだからまあまあ普通な感じでやっていきたいと思います。まあ、普通な感じって言っても多分ねみんなにとっては跳ね上げなんだろうね。見える見える、もうちょっとなんかここ行きたいなって時には結構上のここの部分を使う。目頭にも描きます。目頭にも描いたら間を埋める感覚で薄く線をつないで、でそしたら茶色い部分を使って細い筆を使って目の下のここの部分を描いていきます。まっすぐこう書いてここも埋める感じで、そしたらセザンヌトーンアップアイシャドウ02番、これはミキポンさんが言ってた涙袋書いてきます。で涙袋まだやります。やっとまつげとりあえず上げて、よいしょ、高生のカールキープマジックで上げてって、下まつげって結構大事だとね思うのさ。乾かしてる間にリップクリームを塗ります。ロム&の G ウォーターティントです、03番です。最近はねマット系よりもルール系にちょっとハマってまして、ちょっと大人になったのかなって思います。そしたら多分まつげがまあちょっと乾いてきたと思うのでラッシュにした。個人的にはうちのまつげに合うのは天馬で飲みるマスカラヒロインメイクのあれかなって思います。はい、ということで完成しました。イエーイ。はい、いかがでしたでしょうか。これが私の一重メイクになります。ぜひやってみてもらえればなと思います。でもちろん合わないっていう部分も人によってあると思うので、まあ、自分に合ったメイク方法っていうのをねぜひ
皆さんにしていただきたいなと思うんですけれども、この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あと SNS の方もやってるので、よかったらぜひフォローしてください。以上、チェコでした。バイバイ。ラビラ、ラブ。